こんにちは、いちごです。今回は集まれ動物の森続きをやっていきたいと思います。で、前回が案内所ができる前らへんのところで終わってたんで、今日ね、案内所ができるところから始まっていくと思うんですけど、で、ずっと撮ってたのがね、マイク音量がちっちゃくて、今回めちゃめちゃマイク音量上げてるんで、どうなるかちょっとわかんないんですけど、一応まあ今回は自分の声がうるさいっていうパターンもなきにしもあらずっていうのはちょっと感じといてもらって、まあとりあえずね撮っていくんですけど、どうなんだろう、こうするとゲーム音量とどっちの方がバランスがねよくわかんないんですよね。まあ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 、とりあえず普通に喋ってる時にうるさくない程度になってればいいかなって感じなんですけど、いつもねちょっとマイクの近くで喋りまくってたっていうのがあって、このあつ森やる前に、あ、雨降ってる、あ、今日雨じゃん、あ、絹代もいる、はい、イエス、うん、イエーイ、おめでとう。あ、しずえさん、はい、かわいいね、しずえさんはやっぱり。はい、広場そんなに綺麗になってるっけ、ちょっと差があんまよくわかんないけど、はい、え、そうなの、あー、そういうことね、しずえさんがやってくれるのか。かわいい、はい、はいはい、はい、島クリエイターをやりたいんすよ、早く島をクリエイトしたいんすよね。どうなっとるんだか、テレリリリン、はい、豆吉、もうそろそろお家のローン返せるかな、お家のローンも返していきたいんですよね、お家も大きくしたいし、案内所も、これはお金の木だよね、竹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 、お、なになに、ヘルメット、ヤホトキュア、あ、なんかあげる、なんかあげれるもの持ってたかな、持ってないな、あ、鉄鉱石あげちゃう、何あげよう、トキュアに、トキュア何欲しい、何あげると喜んでくれるんだろう、なんかレシピとか欲しいから、なんかそういうの関係あるの、あ、そうだ、あれだよ、どんぐり、どんぐりじゃない、あの DIY のレシピあげよう、砂浜の床、そうじゃん、それがいいよ、拾いに行って、みんなレインコート着てるのか、あ、金のところがあったけど、まあとりあえず放置して、トキオ、
ね、ちょっとビールでも。この分のだけよ。ならどうよ、なら次回からちょっと両方見に行ってきてよ。およ、いいよ。何に、どうしたの、およ、何何、ゴミ分の、およ、あ、レシピってあげれないんだ。へぇ、どうしよっかな、じゃあ。硬い木材あげるわ。あ、ここは、硬い木材だ。どうかよ。この図だって、長いのがぐりぐりな、硬いのと、およ。なんかレシピ教えて、作って。じゃあ、とりあえず、キミワさんとこ行って。ええよ。あ、お店ね。あ、やった。作ってくれるんか。全然いいよ。お店作ってるだけ。作ってくれるだけで美味しいからいいよ。いいでしょう。もう建つ建物ってこれで終わりなのかな。ここは博物館でしょ。この前には置きたくないから、お家の前も今使えるかな。家の前置きたくないな。家の前置きたくないけど、でもここもな、ちょっとな。ここにする？いっか、後から場所変えればいいもんね。まあ、とりあえずはここにしよっか。じゃあ、あ、ちっちゃいね、思ったより。思ったよりちっちゃい。いや、ちょっと邪魔だな、やっぱ。これ現段階でもちょっと気に食わないな。タヌキチの横はやっぱ無理か。あ、じゃあ博物館の真横。ああ。案内所の真後ろ。あ、いいかも。ここにしよっか。イエーイ。オッケーオッケー。決めた決めた。頼むよ、キムよ。なんかあるかな。ワークショップ、ワークエプロン、ガウチパンツ、アウトドアハット。今日はちょっとそんなにいいのないね。じゃあとりあえずタヌキチンところ行って。案内所のところ変わったかな。あんまちょっとよくわかんないけどな。地面変わってるかな。いいね。はい。しぜさんね。よろしく。
先にここを段ボールもね今欲しいんだよね。段ボールも欲しくて錆びたパーツ段ボールがめちゃめちゃ、まあ、とりあえず1個でいいかな。でタヌポートあらありがとう。たぬきマイル交換ビル引き換え券って何？お店での買い取りで3000ビル。へえ、そんなあるんだ。あ、これ欲しい。ポケット詰め込みウルトラテク、これが欲しいっす。交換します。あとマイル交換なんかあったっけ。マイル交換、石碑、マンホール、水飲み場、消波ブロック。へえ、面白いのがいっぱいある。え、いいね、井戸いいね。え、露天風呂いいな。え、すごい、めっちゃいいじゃん。仮設トイレ、はーい、いいね結構。面白そう、いろんなの作れるじゃん。ちょっと待って待って、怪獣、へえ、いいね。プール、あ、ここら辺はまあいつも通りのね。ショッピング、ショッピング、ショッピング。ケキスウィング買っときましょう。 ATM どうなってんのかな。あのローン返済したいんだよね結構。あー、まだか。まあ、とりあえずマックス入れとこうか。あと6万ベルか、いけそう。もう結構、まあ明日ぐらいには、今日明日ぐらいにはいけそうだな。たぬきちー、 OKOK。 あー、インフラセーブきた。島クリエイターをやりたいんす。相談します。インフラ整備したい、橋作りたいのよ。橋かけたい。丸太の橋、吊り橋。あー、なるほどね。こういう感じなんだ。どういう感じの島にしようかな。
和風の橋、石橋か。あーうーん、どうしよっかな。和風、まあ、とりあえず丸太にしとこうかな。はい、どっちにしよっかな。左か上。でも島クリエイターまだ使えないね、思ったけど。まだインフラ整備だから島クリエイターだと思ってたけど、ちょっと違ったな。ここにね、橋を架けたいんだよね。ここなら架けれるかな、橋。あ、いけそうじゃん。いいね、いいね。ここに決めます。あ、すごい、埴輪がいる。なになに？うん、見つかった。なるほどね。はあ、金集まらんってやってくれんのか。なるほどな。そりゃそうやわな。そうかそうか。え、橋かけれるの一箇所だけって言ってたよね。ちょっとたぬきち、もう一箇所橋かけたいんですけど、できないのかな、やっぱり。あ、そうなんだ。やっぱ一個ずつじゃないとダメなんだね。お金貯めるの大変じゃん。セレモニー行ってるわ。します。あー、そっか、結構大変だな。やっぱ丸太にして正解だった。98,000。とりあえずお家のお金を返金して。あ、みんな傘持ってないの。私なんてずぶ濡れですけど、ちょっと傘差してけばよかった。案内所の2人だけ差し上がってかさ、ずぶ濡れじゃないか。はい、静江さんね。あ、いたいたいた。足が毎回しびれるんじゃ。よろしく、しずえさん。めでたいね。お、写真撮影ですね。せーの、ペンペンペン、オッケー。まあまあいい写真撮れたんじゃないでしょうか。
ーい。よかですかね、こんなもんで。静江さんって何やるのかな。静江さんにも話しかけてみよう。静江さん、静江さん、私足が痛いっす。しびれております。めっちゃ体操してるし。やっほー。シマメロ、島の旗、島民についての相談。え、何それ。島民についての相談って何。あ、ないです、ないです、ないです、すいません。あ、そういうことなの。いや、大丈夫です。いや、特に、あ、大丈夫でした、すみません。静江さん、そういうことを行ってらっしゃるんですね。え、かわいそう、苦情係じゃん。申し訳な、静江さんに。うわ、クレーム対応をやらせてんのか、静江さんに。タヌキチもひどいな。じゃあ、とりあえず毎日の作業から行こっか。稼ぎね。あとあれだ、金なりなのきとかも移動させたいから。悪いな、時はなんかやってるとこ悪かったな。あ、そうだ、誠に会ってくれって言ってたんだっけ。あー、ミス、メス、メス。いや、ウルトラポケットなんだっけ、収納めっちゃいいやん。誠が、ここか。誠体調悪いんかい。誠に会いに行かなきゃいかんかったんやな。あ、ほんとだ、なんか歩き方が。どうしたの。あー、薬をあげればいいのね。分かった、買ってくるわ。そういうのめんどくさいから買ってきますね。少々お待ちを。バランスボール売ってない。すごい、そんなん売っとるんや。お薬、あ、1個でいいです。赤いパンチ、赤いバラ、赤いアネモネ、黄色いバラ、オレンジのアネモネ、黄色いパンチ、ラッピングペーパーね。ラッピングペーパーと、あー、ミス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 。もう DIY のレシピはもう買うものないのかな。あー、ないね、買えるもの。
やタランチュラの島行きてー。ランチラの島行ったら結構もうすぐ金貯まるよな絶対。マコト大丈夫か？マコト。薬持ってきたって。お薬飲んで。おーすごい一瞬で治ったもしかして。うん、ワイシャツだいたいなんかくれるの服ばっかだねみんな。なんか服以外も見返りに欲しいな。服以外もくれないかな。いや別に服が悪いってわけじゃないけど服以外の方が欲しいかな。よし、なんか作ってたりしない？あ、ナイスナイスネズミ。おーいいね。教えて教えて、竹関係のやつ欲しいよ。和室作ってるからねこっちは。ありがとうありがとうありがとう。ちゃんと竹林ができると竹の DIY レシピ教えてくれるんだね。それは嬉しいです。え、こうなってくるとさ、もうちょっと果樹園増やしてあれなのかな、果樹園増やしまくってお金増やした方がいいのかなっていう気にもなってきたんだけど。金のなる気持ちね。でここに植えないといけなくて。育ってる気配ないんだけど大丈夫か。まあいっか、カタツムリ。おお、なんか化石割る背中。化石が今道に出てきて、竹も徴収しに行くか一回。ダンダンダン、よしよし。竹が生えてきてない。早く竹生えてよ。全然竹生えてないじゃん。
あ、やばいやばい、プレゼントが飛んでる。オッケー。ポケットどうなってる今。あ、プレゼント開けないといけない。マイル旅行券。アンティークなコンソールってなんだ。鉄鉱石。これは覚えて。荷物ありすぎだから一回荷物下ろそう。ちょっと荷物がね。ミスミス。まあ鉄鉱石はまあ持ってた方が役に立つから。あ、そうだ、段ボールは置くんだった。ミスですミスです、重ねないです。いいねいいね。だいぶいい感じになってきたんじゃない？これはとりあえず収納して、これも収納、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 収納と。これラッピングがね、なんかなんとなく買ってるけど何に使うのかがいまいち分かってないっていうところがね、あんま良くないとこなんですよね。何に使うんだろう。で、あとは化石探しと石叩き。化石探しと石叩き。ないね、化石が。もう全然結構大きくなってない気がするな。何なの？大きくなんないとか？そういうこと？あ、いいね、ピンクのバラ咲いてる。ウェイ。いいね、いいね。ここら辺もいい感じじゃない？あ、あったあったあった。ありましたありました。ナイス化石。坂作りたいな。坂も作りたいな。そんな中、ここをやっていこう。じゃん、ドン、バン、ガン、デイ、ドン、ポイ、ポイ、オッケー。あー、橋は。柵は別に片付けなくてよかったのに。片付けちゃった。オッケーオッケー。でいいしね。ゲシゲシ行こう。あー、金だ。オッ
金はマジでいるからね。マジみんな募金頼むよ。うち一人じゃやっていけないからね、さすがに。鉄鉱石が出ない。あ、出た。よかった。金鉱石欲しいな。金鉱石何に使うかちょっとちゃんとは分かってないけど、金鉱石欲しいんですよね。って言いながら、風太に化石を確かめてもらいに。あと石一箇所終わってないけど、まあまあまあ、どうせ石からなんか出てくることなんてないから。風太、風太起きて。おはよう、風太。化石じゃない。博物館ってランクアップとかしないのかな。なんか昔のやつだとプラネタリウムできるとか、あとあのカフェがついてた時もありましたよね。博物館のどっか行ったらトタケギが行ってカフェがあるみたいな。もうこの場で寄贈させてくれよ、めんどくせえな。寄贈です。もう結構来たんじゃない。あ、大丈夫です。ちょっと売りに行こう。売りに行きましょうね。砂浜なんかもうこれ売っちゃおっかな。であといつもやるけどやれてないことってなんだ。あ、そうだ、金を取りに行かなきゃ。トキオヤッホー。しょうがないじゃん。斧で切り倒してたら蜂が来るんだからさ。本当は刺されたくない。幼児だって。だけどね、来ちゃうから。雑草抜かなかったっけ。え、あれ抜かなかったっけ。雑草全部抜いた気がしたのに。めっちゃ生えてる。めっちゃ生えてるよ。嘘、マジで言ってる。あと石も増えてる気がする。あれ、ここに前から石あったっけ。もう記憶が迷子だ。
あ、やーべ、草虫忘れた、これは完全に。まあ、もったいないことした。あ、こっち綺麗だもんね。あ、あの一帯だけ草むしり忘れたんだ。じゃあそういうことか。なるほどね。なんかあれなんですよね、採掘ゾーンとか作りたいんですよね、個人的には。採掘ゾーンっていうか、花壇ゾーンと採掘ゾーンとみたいな。早く島クリエイターができるようになりたいけど、島クリエイターはできないの。いつできるんだろう、島クリエイターって。服屋ができたらできるのかな。もうそろそろ行ける気がしてたのにな。釣りやっとくか一応。パチンコやったらどっか飛んでっちゃった。ひ、やらかすい。スワッグって何？スワッグか何かわからんよ。あ、花。竹のフロアスタンド。あ、フロアスタンドってついたてってこと？ついたてはいらないな、別に。あれかと思った。ライトだと思っちゃった。竹のライトが欲しいんだよね。早く橋渡れるようになりたい。ずっと、そのずっとだったかな。別にそこまでずっと遊んでたつもりなかったんだけど。めっちゃ暇人みたいじゃん。そんな暇人みたいな言い方しないけど、ね、でも確かに遊んではいたけどさ、そこまで遊んでたかな。あ、4号。マジ？なんかあげよう。ホラー街、ホラー街にしよっか。おや、ホラー街なんか。あがろう、行こう。どう看板違い。てかね、ま、かがれるか、そげ、そりゃ、うはらすごいごみかける。え、マジ、ブツブツ交換セール。ありがとう。え、ありがとう。くれるとは思っとらんかった。いやー、マジ、4号は太っ腹やない、いつも。DIY レシピもいっぱい教えてくれるし、マジありがてえ。4号
まあこんなもんか。これでまあ一応毎日の3日は終わったと。ジニアにも会いに行ったし、ここにも何もないし、ピサのシャトーとかいらないよな、これ完全に。あ、でもこれはまあ持っててもいいか。ここら辺がいらないかな。あ、フラミンゴはあってもいいかな。でも電柱と石碑はいらないから、売り飛ばしに行こう。で、あ、マイル旅行券な。まあちょっと使ってもいいかなと思ったりもするけど、オッケー。売り飛ばしに行くと。うわ、粘土預けるの忘れたわ。雑草もいらんくて、まあこんなもんか、まあこんなもんやな。まあってことでね、とりあえず案内所ができて、橋を架けるところまで、まあ金が集まってないからまだ架けれないんですけど、ちょっと待って、もうあれなんじゃない、ローン返せるじゃん。とりあえずローン返すわ。ローン、ローン、ローン返す、ローン返す。あ、もう体勢やめてる。やったー。よっしゃ。オッケー、たぬきち、たぬきち、払い終わったよ。どうもどうも、リコさん、王子の運勢を上げてくれた方がいいか、旦那の運勢の見れるだけではありません。今の王子も守りになった。それが王子だも、リコさんの方はもともと王子するのが変だも、上司とまた自分の後に住んでしょうがいいね。リコさん、どうもどうも、それは自分なんだも、どういった理由だも。My home. My home の存在もね、あ、そうそう。存在に傷をしながらでも、夫婦性の存在を知らぬので、魔法を見せての存在を、薄れると見ながらでも、魔法を見せながら、どんな特典があるか見せるし、興味があったとなんでしょうね。あ、ほんと。いや、この世知らでも、今日ほど言ったとならでも。よし、ご存在もね、いいのいこうかのおうなら、おいおもっと言えるんだも、54万円の存在を、嘘となんでしょう。54万。頑張ります。じゃあ、ご準備するんだね。あ、そうだ、いい日々だし、家の日も食べる、まだ家族が食べるのも誰だけど、いや、買えんでいいけどね、買えんでいいですけど。のびのびはご存知なんだも、そんな色がさっき4分なんで、水色で。オッケー、家の色は水色ね。うん、あ、には、おじのおじが出せるところだから、お楽しみ。お家が増えて、今日の夜、タランチュラの島行きたいから、何枚か買っとこうかな。マイル交換あと2枚ぐらい。
オッケーオッケー。まあ3枚ぐらいあればいけるんじゃないかな。どっかに行けないかな。タランチュラの島行きたいんだよね。タランチュラの島に行きたいんだよね。まあいいね、こんなもんで。はーい、じゃあこんなもんで終わろっかな。なんか意外とここ使ってくれないよね、みんな。あと住人をさ、増やすのってどうやってやるんだろう。なんかもうちょっと、なんか最大住人は10人10人ぐらいね、呼べるらしいんですけど。どうなってんだろう、よくわかんないな。まあいっか、そこら辺もまあまあまあ気にしないでいくか。もうちょっとヤシの木育ててもいいかなっていうのもちょっと思うね。これはこう、もうちょっと育てるか。ヤシの実集めて、結構感覚いるんだね。これ時を瞬間移動してない？木に関してはめちゃめちゃ植えるっていうのはちょっと邪魔だから嫌だから、ここいらないな。でもなんかあれなんですね、やっぱ木の種類によってつくつかないっていう虫がいるみたいなんで、まあそれなりに増やしてはおきたいっていうね。あのなんだっけ、カブトムシとかが木の種類意外とあるみたいなので、そこら辺をねちょっと気にしていきたいっていう。夏を見据えて植えていく。そして釣りもすると。はい、
意外とね、コントローラーの方に吊り上げるときマウス振動くるんですけど、結構ね魚によって意外と違ったりするんですよね。だからスズキとあとねタイもね結構違うんですよね。こうちょっと邪魔なの。いやここら辺に階段作りたい、坂作りたいよ。こんな垂直な崖じゃ大変だよ。違う色のチューリップ欲しいな。こうバラができて、まあこんなもんか。まあとりあえず今日はこんなもんかな。とりあえず今日はこんなもんかなって言いながらずっと走り回ってる。まあでもマジでこんなもんかな。もう本当にやることない気がするから、あとは果物の木がある程度育ってくれるのが理想って感じですよね。果物がなんか全然育たないかな。竹林もねなんかあんま育ってないし、そこら辺がちょっと不安よ。もしかしたらできないのかもしれない、ある程度の距離がないと。なんか謎なんだよね、よくわかんないな。まあいいや。ってことでね、今回はこれで終わっていこうかなと思いますよ。かわいいね、ブランコ。よし。では、次はどんなもんかな。まあまた橋が完成した後とかになるかもしれないんですけど、まあとりあえず、今回はこんなもんで終わっていきたいと思います。ありがとうございます。